皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。左手がうまく動いてくれません。連打をするときとか、どういう練習をすれば左手が右手のように打てるようになりますか、ということなんですけど、まあ、右利きのドラマーにとって左手がうまく動かないっていうのは、まあ、結構よくある悩みというか、あのレッスンとかでもよく相談をされる悩みの、あのトップ5位に入るぐらいだと思うんですけど、右利きのドラマーは結構ね、あの8ビートを叩くときとか、右手をたくさん動かす状況があったりとかもするし、リズムをリードしていくのも右手だったりするんですよね。だから、あの拍の頭を取るのも、まあ、例えば8ビート叩いて切り替わるときシンバルを叩いたりとか、まあ、タカタカトコ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 とか、タム回しするときもこのリズムが切り替わるのが右手だったりとかっていう感じで、まあ、右手が基準になって、で右手をたくさん動かす状況っていうのが、まあ、結構多いので、だから、まあ、右手に比べて左手っていうのがね、なかなかうまく動かなかったりするし、まあ、左手が右手のように動かないんですっていうのも、まあ、左手でねボールを投げるのってなかなか難しかったりするのと同じで、まあ、なかなかね右手のようには動いてくれなかったりすると思うんですけど、じゃあどういう風にして左手が右手のように動いていくのかというと、左手を積極的に動かすっていうことと、左スタートをするっていうのは、あの左手を鍛える、まあ、一番いい方法かなと思いますかね。なので、例えばチェンジアップとかでもそうなんですけど、チェンジアップっていうのが一定のテンポの中で音符を変化させていくような練習、例えば何て言うかというと、こういうような練習も左スタートでやってみる。させるようにすると、まあ、結構ねやりやすくなってきたりとかもするし、あの左手を積極的にバランスよくやっぱ動かせる練習っていうのは、やっぱ左右対称の練習だと思うので、例えば3連符とかね、こう3連符ってこう右手と左手、タヌキタヌキで右手と左手が入れ替わるので、あのこれを積極的に、してみたりとか、あとパラディドルかな、パラディドルもタヌキチ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 、あとトリプルパラディドルっていうのがあるんですけど、右左右左右左右右左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 左、まあ、あのとにかく左でワンツーを取れるような感じの練習ができていければ、まあ、左でもね、あのちゃんと動くようになってくれると思うの で、まあ、大事なのは結構ね、あの鏡を見たりとか、まあ、今日はやってないんですけど、鏡を見ながら右手の動作をできるだけ真似して左手もこう動かせるようにしたりとか、まあ、できるだけねこう右手の感覚を参考にしながら、まあ、左手をどんどんこう近づけていくっていうようなことが、大事になってくるかなと思います。まあ、右手と左手をねバランスよく鍛えていけれるのが一番いいかなと思うんですけど、まあ、この右セットのねこうドラムプレイにおいては、まあ、右手と左手ってそれぞれね役割が違ったりすると思うんで、例えばこうねたくさん叩く右手と、まあ、あの、繊細にこうスネアを操る左手では、まあ、同じ8ビートでもね、役割が変わってくると思うので、まあ、表現としてね、あの、それぞれの役割を果たしていければいいと思うんですけど、まあ、バランスよくこう鍛えたりとか、左手が右手に近いぐらいの動作で叩けるには、まあ、左スタート、まあ、左で積極的にリズムを取ったりとか、左手を積極的に動かせるのが一番いいかなと思うので、まあ、そんな感じで試してみてください。といった感じで、本日もありがとうございました。さよなら。